国名を言ったら身元がバレそうだから伏せておくけどヨーロッパの小国とだけ言っておく1年間の留学中大学近くの寮に住んでたんだその大学ってのがすっげえ田舎にあるボロボロの校舎なのよなんかヨーロッパって街並み守るために建築の法律が厳しいらしくてな 大学も歴史的建造物みたいなのに指定されてて、下手にリフォームしたり、取り壊したりができないんだ。だから、壁ボロボロだし、床が板張りだし、しかも冷暖房もついてない。日本だったら、地震で、一瞬で崩れるんじゃないかって思った。大学がそんな状態なわけだから、まあ量も負けず劣らず、ボロボロなわけ。水の出は、悪いは隙間風吹きすさぶはネズミ住んでるわで最悪。 もちろん、冷暖房はない。共有スペース、みたいな場所には、一応暖炉があったから、冬は、それでなんとかしのいでた。で、寮は、周りを、レンガの壁で囲まれてて、入るには、正面の門を通るしかなかった。その門の横に小さいプレハブ小屋みたいなのがくっついてて、そこには、門番のじいちゃんが、常に駐在していた。この門番が、 俺が寮に入って少ししてから新しく入ってきたやつなんだけど昔話に出てきそうな典型的にぐっそ性格悪いじいさんだった寮の門は閉門時間があってその時間までに寮に帰らなくちゃいけなかった遅れたら入り口近くにある詰所、小屋にいる門番に声をかけなきゃならない門番は違反生徒の名前を記録しておいて後日寮長に報告する そしたら、違反生徒は、呼び出されて、説教やら反省文やらの、罰則が課されるわけだ。前の門番は、随分長く働いてたみたいで、生徒にも理解のある優しいじいちゃんだった。俺も、一回だけ、閉門時間を10分くらい過ぎちゃったことがあったんだけど、早く入れ。俺は何も見てない。ってウインクしながら言って見逃してくれた。本当に、 ダンディーでイケメンなじいちゃんだった。ビールっ腹でボールみたいな体型だったけど、だけど、新しい門番は違った。とにかく細かいことにうるさいし、何より陰険だった。5分くらい遅れただけでも、説教プラス寮長に報告。説教が終わらないと入れないから、おとなしく聞くしかないんだけど、それが、また、長い割にしょうもない内容で聞いてるのが辛いわけ。 門番は、小屋の窓から顔しか出さないから、外が大雨だろうと、大雪だろうとお構いなし。むしろ、そんな日の方が説教は長かったし、そのせいで風邪ひいたやつなんかもいた。俺の使ってた部屋は二人部屋で、もう、一人の留学生と一緒に使っていた。そいつの名前を、仮に P としておく。P は、ヨーグルトで有名な某国の留学生だったんだけど、 学費と過料の費用を全額国が支援するほど頭のいいやつだった。そんでもって性格も良くて、寮の中でも一目置かれていた。初めての留学でコミュサは全開だった俺にも気さくに話しかけてくれた。慣れない環境で、俺が鬱にならなかったのは、本当に P のおかげだったと思う。前置き長くなった。ここからが本題なんだ。ある日、P が、 新しい門番の所業に耐えかねて、そいつに直談判しに行った。さっきも言ったけど、門番の説教は悪天候の時の方が長かった。とある生徒が、雪の日に、その説教に捕まってしまい、氷点下の中長時間、そっとに立たされていたことが、原因で体調を崩した。その生徒、仮に J としておくは、もともと体が弱くって、以前から、 ちょいちょい風邪ひいたりしてたんだけど、その事件で、重めの肺炎にかかってしまい、留学を中止して、母国に帰らなくてはならなくなった。そもそも、雪の日に、J の帰りが遅れたのは、病院に行っていたかだった。国に帰らせるほどの病気を悪化させた原因は、門番にあるし、責任を取らせるべきだと、B は主張した。具体的には、P に謝罪すること、慰謝料を支払うこと、 後平門のルールの見直しも頼みに行った。他にも細かいことを言ってたような気がするけど、当時の俺の語学力では理解できなかった。結果、P は留学を続けることができなくなった。突然、P の奨学金の打ち切りの知らせが来たんだ。当然のことながら原因は門番。直談判に来た P を邪魔に思い、不良生徒として大学に報告していた。 寮で、しょっちゅう問題を起こしてるって、嘘の内容を寮長に送りまくったことで、その一部が、P の母国の大学に報告された。P は、いわば、国の代表として留学に来ていたわけだから、ちょっとでも悪い知らせが来ると、国のイメージダウンになるっていうので、即奨学金が止められた。俺は、その時、初めて、普段は、温厚な P がぶち切れたのを見た。 こんな言い方はなんだけど、多分、今まで優等生として生きてきたのに、勝手な言いがかりでダメ人間に認定されたことに、プライドが傷つけられたんだろうな。あの時の怒りようは凄まじかった。気が狂ったのかとも思った。もしかしたら、あの時本当に狂ってたのかもしれないな。知らせを受けた後、P は、すぐに行動に出た。ただし、今度は、 自家短パではなく復習のためだ。他の生徒たちの鬱憤も溜まっていたし、人望のあった P の提案だったため、寮に住む生徒のほとんどが賛成した。もちろん俺も。とはいえ俺は、明日の夕方、寮の地下室に来てほしいとしか言われなかった。翌日、俺は、言われた通りに、寮の地下室に行った。地下は、小さいホールになってるんだが、その日は、 なぜか、電気の照明がすべて切られ、壁の隅に置いた食材でろうそくが燃えているだけだった。ホールの中には、すでに、かなりの数の生徒が集まっていて、全員が黒い布みたいなのをかぶっていた。地下だから、もちろん、外から明かりは入ってこない。薄暗い部屋にひしめく黒マスクたちは、かなり迫力があって、俺はマジでビビった。黒マスクの一人が俺に寄ってきて、 同じマスクを渡してくれた。よく見たらそいつは P だった。それをかぶって、あとは待っていてくれればいい。周りのやつが何か叫んだら、それを繰り返して叫べ。そんなことを言われたけど、正直俺は、怖すぎて、すぐに部屋に帰りたい気分だった。ホールにいるのは、寮生全員のうち半分くらいだった。全員がいなくなると、門番が怪しがるっていうので、 残りりの連中は普段通りにししているらしい。るら俺もそっちの役になりたいと切実に思った。しばらく待っていると上から降りてくる足音がした。すごくゆっくり、なるべく音を立てないようにしているのがわかり、何かに警戒しているようだった。気づいたらピーともう一人が階段を下りきったすぐ横の壁にへばりついて、上の様子を伺っていた。そして、 足音が近づいてきたところで腕を伸ばし降りてきた人物を捕まえた門番だった門番は何が起こったのかよくわかってないみたいでろくに抵抗するまもなくピーたちに引きずられホールの真ん中に連れて行かれたそこで初めてホールの真ん中に斧が置いてあるのが見えた普段は暖炉の薪き木を切るのに使っていたものだそれを見た門番 真っ青もちろん俺も真っ青。こいつら門番を殺す気なのかさすがにやりすぎじゃないかと思った。部屋に戻って警察に電話しようとも考えたが、俺の周りは黒マスク S に囲まれていてどうしようもない。俺もマスクで顔隠れてたけど、内心パニックで泣きそうになってた。そんな中、B がマスクを取って門番の前に立ち。 泥棒じゃなくてよかったなと言った。後になって知ったんだが、一人の生徒が、地下室から、不審な物音がする。強盗じゃないかと言って門番をおびき出していたそうだ。階段を降りるときに警戒していたのは、そのためらしい。P は、門番に向かっていろいろ話していたけど、パニクった俺はよく聞いていなかった。かろうじて、貴様の悪辣なる精神へば、お。 青年の進路を断った罪に裁きをみたいに芝居が勝った話し方をしているのは分かった。そして最後の切り首によって断罪するという締めくくりはなぜかしっかり取り返できた。門番に細い布で目隠しをして肩を押さえつけて土下座のような状態で固定した。門番はものすごい量の油汗をかいてぐるぐる痙攣していた。俺は。 もうこれから起こることへの理解が追いつかずに頭が真っ白になっていた。そして P は斧ではなくポケットからハンカチを取り出した。ハンカチを三角に折って両端を持って引っ張ったまま門番の首にそっと当てた。門番は土下座のまま飛び上がった。そこで俺は理解した。P は門番を殺すつもりではなかったのだと。目隠しをした門番は 完全にハンカチ用のだと思い込んでいる。それを思いっきり首に当てると本当に切られたと錯覚するだろう。よく見たら P の横で別の黒マスクがカメラを構えていた。門番のみっともない姿を残して赤っ端をかかせてやろうという算段だったのだ。一気に肩の力が抜けた。冷静になって見てみると P は満面の笑みでハンカチ構えてるし、 エスク S もちょいちょい声に出さないように笑ってるしどこの国でも学生なんてみんなこのレベルの頭脳なんだな彼に裁きを P がそう叫ぶと周りにいたクロマスクエスも裁きをと叫び出した俺も叫んだ P がハンカチを振り下ろしモンバンの首に当てたモンバンはウノフォみたいな謎の叫び声を上げて横に倒れた パニックになったようで、そのまま魚みたいにビクンビクン跳ね上がった。カメラのフラッシュが光る。俺たちは爆笑。ひとしきり笑った後、B が、門番の目隠しを取ろうとした。が、門番は、かなり時間が経ったというのに、いまだにビクビク震えてる。震えながら、思いっきり体を丸めたり、逆にエビゾりになったり、異常な動きをしていた。 心配になったのか、B が、門番の肩に触れた瞬間、JL ルルルルーという雄たけびを上げて動かなくなった。口から、よだれと泡があふれ出てきた。一気に地下室が静まり返った。誰から見ても明らかだった。門番は死んでいた。おそらく、あまりの緊張状況に、心臓発作でも起こしたのだろう。すぐに処置すればどうにかなったのかもしれないが、 残念ながら、ただの若造の俺たちは、何もすることができずに突っ立てって見てるだけだった。しばらく沈黙が続き、俺は、この事件が大学にバレたら、退学だろうな、とか考えていた。多分、みんな、同じことを考えていたんだと思う。そして、どうすればそれを回避できるのかということも。こいつ、梅めちま突然、P が言った。 俺たちは何も言わなかったが、ミナピーに賛成しているのは明らかだった。ここで起きたことは、俺たちしか知らない。黙っていれば門番失踪したというだけで片づくのではないか。都合のいいことに、地下室は、地面をくり抜いて、壁をレンガで補強しただけの簡単な作りで、ホールの地面は土のままだった。壁のレンガが崩れかけているところの下に穴を掘って、門番を横たえた。 まだ死んでから時間が経っていないためか、体がぐにゃぐにゃしていた。目隠しはしたままだった。土をかけて鳴らし、その上に崩れ落ちたレンガを適当に乗せてごまかした。地下室から戻ると、部屋にいた待機組が集まってきたが、門番の姿がないことを不思議だった。B が門番とは和解した。事情があって、彼は、しばらく寮からいなくなるとか言って、適当に流した。 もちろんみんな疑わしそうな顔をしていたが、あまりの俺たちの異様な様子に何も言い返してこなかった。数日後、門番から連絡が途絶えたことに大学が気づき、調査が入った。警察が来て、寮の中を調べたり、学生に聞いたりもしていたが、結局門番は見つからなかった。門番は行方不明扱いになったそうだが、その後の詳しい話は特に聞いていない。 がまさか地下室に埋められているとは考えてもいないだろう。そのさらに数日後に P が帰国した。それまで俺と P はそれまで通り仲のいいルームメイトとして普通に過ごした。その後は特に何かが起こるでもなく俺は普通に留学を終えて日本に帰ってきた。本当に。 心霊現象とか金縛りとかも一切なく至って平和な留学生活だったこれが8年前の出来事今となってはあの門番のことは夢だったんじゃないかとも思っていた先日老朽化が激しかった寮が取り壊され地下から白骨が発見されたという話を聞くまでは 最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録お願いします。